はい、戸隠育ち農園です。いやー、まあ出ちゃいましたって感じなんですが、まず見ていきましょう。こちらですね、葉っぱをですね、見ていただくとなんかわちゃわちゃしてるというか、本来緑の色するはずなんですが、なんかこう黄色っぽかったり、なんか綺麗な緑ではないと。健康的な葉と比べてみると本来はこういう葉っぱをですね、しているんですが、これを見てからこちらを見るとなんかぼやっとしてたり、葉っぱがちょっと垂れ下がってる感じもある。これですね、モザイク病ですね。ウイルスによって、まあ引き起こされる症状で、まあもっと言えば虫からですね、これは、移っていくものになります。基本的にはですね、もうこれは、アブラムシです。でアブラムシが、まあ、媒介、まあ、汁をですね、葉っぱの、葉っぱを吸ったりとか、まあ人の手によってハサミとかで、まあ、移っていくっていうのもあるんですけど、まあおそらくアブラムシですね。結構ですね、アリが歩いてました。この木全般にですね、ちょっとアリが歩いてるので、まあアブラムシだろうと思います。アブラムシはですね、甘い汁を出します。でそれに、まあ、寄って、まあ、アリがですね歩くようになります。なのでもしですね、まあ、野菜にアリがたかってるなという方は、まあアブラムシが、いますので、そのアブラムシををまあなくしてあげればですね、まあアリも来なくなるんですけど、その2匹はですね共生状態、共生してる、共に生きてるんですけど、アブラムシは甘い汁をあげてですね、まあアリが吸うんですが、アリはそれをしてもらうとそのアブラムシをですね天敵から守ると、そういった関係にありますので、まあアリを見たらアブラムシいるなっていうことなんですが、まあもう補助を大体結構アリいるので、まあアブラムシはいるんですけど、こちらのですね、まあ、モザイク病なんですけれども、まあ、ウイルスによるもの、まあ、基本的にはアブラムシとかですね、まあ、人の、被害株を触ったハサミで、切ったりとかですねしてるとなるんですけども、モザイク病がですね、まあ、調べてみたら11種類ぐらいモザイク病の中でもいろいろあって、まあ、その中のどれかがまあかかるわけなんですけれども、こちら品種はですね京並みという品種で、まあ、2種類の、モザイク病には耐性が一応あると、あと青枯れにもちょっと耐性あるんですけど、まあ、2種類だけなんで、それ以外の、まあ、9種類ぐらいですかね、大体ある、モザイク病の中のどれかにまあは耐性がないので、まあかかっちゃいますね。でこれ自体はですね、まあよくあることです、かかること自体。私自身はですね、あのピーマン栽培、まあ戸隠育ち農園としてやりだしたのは2年目なんですけど、まだ、それまでは他の方のですね、まあピーマン手伝ったりとかしてて、だいたい2000本とかやってたんですけど、今年はうちは850ですね。他のところで2000本ぐらい、まあ、管理というかやらせてもらった時ありますけど、まあ、まずこれは出ます。でウイルス系は基本農薬は効かないというか、効くものがないです。なので普通はですね、まあ、引き抜いて、圃場の外に出しましょうというのがまあ普通ですね。まあ、他の株にも移っていきますし、まあこの病気にかかるとですね、まあ、葉がちりぢりと縮れてしまったりして、ちょっと光合成能力もですね、まあ、下がったりとか、はい、してたりするんで、まあ、基本はですね引き抜くとかそういうのが普通なんですが、一応今回ですね、まあ、私だけの判断だとちょっと心もとないということで、J のですね指導員さんにも聞いてみましたが、まあまあモザイク病だろうと、でまあごく初期というか、まあ初期段階だろうと、いうことですね。っていうのは、まあ下の方を見ると
結構綺麗な葉っぱまだまだ、あります。アブラムシは上のですね、まあ、新芽とか、まあ、特に結構ついたりしますんで、まあ、そこからまあかかったのかなって感じですけれども、まあ、まずこれは、そうですね、まあ、モザイク病で間違いないんですが、ちょっとまあ様子を見てみようと、で、ほうと思いまして引き抜くんじゃないんだと思ったんですけども、もしかしたらこれそんなに、そうですね、映らないとか、意外と克服じゃないけど、克服ではないですけれども、まあ、なんとかなるかもしれないという話で、なので一応、置いてみたいと思います。うちの対処法として、まあ、もともと農薬もないので、いわゆるナスの半身一応病みたいな、基本的にはもう治らないと、されてるものですが、なのでまあうちとしては一応もうこのままにはするんですけれども、まあ他の株と同じようにですね、まあいろんな資材ですね、まあ、グリシンベタイン、酒田液肥 GB とかですね、のグリシンベタインの成分を補充したりとか、あとはまあ甘色立花シリーズの健やかだとか、甘色立花ですねとか、なるべく服の部分とか、あとはまあトレインとかですね、まあ駆動を上げたりとか、まあ追肥ですね、欠かさない追肥とか、まあそういったところで健康的な苗木の状態にして、木本来のですね、ピーマンの木本来の力をなるべく引き出せるようにちょっと努力して、まあ何とかならないかやってみたいと思います。でまだ初期状態なんでですね、全然ピーマンもいいのがついてます。ちょっとでも上から徐々に来てる、ここら辺まで来てますね。ここより下はそんなに、出かけてる感じですけども、まあまだって感じですけども、まあそのうち多分で映ってはいくんですが、ただこれ自体は確かによく見るので、まあ、相当広がったりしなければなんですが、あ、やっぱアリとかいますね、こういう感じで。なんでアブラムシからまあ、うん、なっちゃってますね。なんでちょっとまあ難しいですね。対処としては本当にアブラムシの対策か、まあ本当はですね、ピーマンこう素手でポキッと折ってですね、でその後ハサミで出てるヘタというか、そういった部分を取るみたいな、風にやって、ちょっとハサミをなるべく使わない収穫の方が多分いいとは思うんですけれども、うちは普通にですねハサミ使っちゃってますんで、まあ、端だけ良くなってるってことは、中側までの、アブラムシはそんなに脅威はなく、こういった畝の外ですね、多分ちょっとまあ思いっきり山というかですね、草だらけに、まあ、内側刈らなきゃいけないんですけど、草にしちゃってるので、周りも特に、まあ草だらけの中、こうポツンとですね、まあ、人工に植えた野菜があるわけなんで、まあそういった虫とかにとっては、格好のですね場所というか、まあ、餌場じゃないですけどね、ちょっとそういうまあ、感じには確かになりやすいのでしょうがないんですけども、まあアブラムシをいかにまあ防除するかが基本だと言えますね。まあ育苗段階とか、まあ畑に出してからもそうですけど、アブラムシをいかにまあ対処するかで変わってくるものと思います。なのでうちとしてはまあこの治らないですね、モザイク病が出ましたが、ひとまず様子を見ます。あんまりに他のにだいぶ出そうな気配があった場合にはですね、今回の場合は根っこから引き抜いて、で圃場の外に、出すようにしたいと思います。これはまあハサミとかからまあ、アブラムシですねから移るもので、まあ、胞子でこう
思いっきりこの隣の株にですね、まあこの中の土とかですね、まあ、葉っぱとかバーって当てなければ、葉の葉の汁とかですね、そういうのが当てなければまあ大丈夫だろうと。あとはまあ取る側の人がですね、収穫する際気をつけて、やっていけばいいのと思うので、まあひとまずそうします。あとアブラムシですね、ちょっとその辺を考えて、やっていきたいと思います。はい、なので一応モザイク病は出たんですけど、まあ様子を見ますというちょっと報告みたいな感じになっちゃうんですが、まあ特に農薬もないですし、まあ、やれることをやってっていうところでいきたいと思います。今回の動画ですね、いいと思っていただけた方は高評価ボタンを、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。